りうまくできなかった自分に対して子供たちはまっすぐ本気で見てくれて、その姿勢が本当に嬉しくて、集中忙しい辛い時でもこの姿を思い出しながら、この姿を原動力に実習をやってきました。サプライズでクラスのみんなからメッセージをもらったことです。その中に考える国語の授業ができてとても嬉しかったというコメントがあり、これからの授業作りの励みにしていきたい言葉だと思います。子供たちの前で堂々と話せるようになったことです。最初もすごく緊張して早口になったんですけど、子供たち一人一人の目を見て、子供たちの一人一人の顔様子を見ることによって、自分の気持ちをスーッと落ち着かせてから話すことを意識したら堂々と話せるようになりました。第一章、教育実習の課題と背景。来年度教育実習生の指導をすることになりました、花咲です。でも、実習指導は初めてだから、指導の仕方がわからない。経験の浅い教員の増加により、かつてのベテラン教員による実習指導から、現在は経験10年未満の教員による実習指導に移り変わってきています。実習って、必ずやらなければいけないことがたくさんある。先輩教員から聞いたけど、先輩と同じような指導は絶対にできない。どうしよう。このように、多くの学校教員が、いかなる状況でも、決められたことを必ず行わなければいけない、と思い込んでいる現状があります。では、国で定められている事項を見てみましょう。教育職員免許法、及び同志向規則では、講師、教科や職種、単位数が決められています。教職課程コアカリキュラムでは、学生が身につけるべき大枠が記載されています。その一部を紹介します。詳細は参考資料に記してあります。つまり、教職課程コアカリキュラムに記されている授業を視点を持って観察する。適切な学習指導案を作成し、授業を実践するなどの学生に身につけさせる資質能力を、どのような指導のプロセスで、どのような方法で行うかは、指導教員の裁量なのです。今まで全て決められていると思っていたけれど、意外に決められていることは少ないんだ。授業回数も決まっていないのね。それなら、ベテラン教員とは違うアプローチでもいいんだ。指導教員の若年化や、学校の多忙化を踏まえた、従来の指導内容にとらわれない、柔軟な考え方が必要なのです。でも、実習の最後には一人前の教員として、やっていけるようにする必要があるのでは。確かに昔は、実践的な活動のほとんどは教育実習に委ねられていました。しかし、現在の大学では、教育実習以外にも実践にかかる取り組みが多いのです。現在の教育実習をリレーで例えると、アンカーではなく、課題や気づきなどを大学にバトンパスする中間奏者の役割と言えるでしょう。これだけ大学や学校の環境が変わっているのに、かつてと同じ方法で指導しようとしていたから大変だったんだ。では、今の環境に合った教育実習を皆さんと一緒に考えていきましょう。第2章、今の環境に合った理想の教育実習とは。実習生みんなを同様に行わないと、と思うかもしれませんが、状況はそれぞれ異なります。実習生、受け入れ校のそれぞれの状況を見てみましょう。状況がそれぞれ異なることがわかりますね。状況が異なる中で、みんなが同じ条件で実施しようとすると、本来の業務に支障が出る。このままじゃ、間に合わない。ついていけない。ほとんど寝ていない。このように、無理が生じます。ですから、学校や実習生の状況に最も適した、効果的、効率的な教育実習をみんなで考えていきましょう。
今までの競技会で出たアイデアを紹介します。時系列に沿って紹介していきます。まず、教育実習前に行うアイデアです。事前に大学担当と相談し、すでに大学で学んでいる部分は実習では割愛する。うちの大学では授業ですでに教えていますよ。では、実習で改めて講話をしなくても大丈夫ですね。それにより、実習期間中にゆとりが生まれます。次は、事前に実習期間に扱う単元などを大学担当者に伝え、大学で学習指導案の下準備を実施するというアイデアです。実習までに大学で少し作成しておこう。はい。こちらも実習期間中にゆとりが生まれます。さらに、事前に自校でボランティアなどを行っている場合は、実習前に講話や師範授業を実施するというアイデアもあります。講話も師範授業もある程度済んでいるから、明日からまずチームティーチングでやってみようか。頑張ります。これにより、実習開始時から授業実践に入ることができます。続いて、学校での事前打ち合わせ時のアイデアです。事前打ち合わせ時に講話の一部を実施。打ち合わせの後に校長先生の講話を受講しましょう。お願いします。それにより、実習開始時の授業見学の時間を増やすことができます。続いて実習の初めに行う講話でのアイデアです。講話自体は必ず行わなければいけないものではありませんが、教職課程コアカリキュラムに記載されている学校経営方針及び特色ある教育活動、並びにそれらを実施するための組織体制について理解の部分を講話として行うことは有効な手段です。しかし、講話を行うためには多くの教員の協力が必要です。そこで、講話をあらかじめ録画し実習生に見せることで、講話の講師の時間割調整が不要になります。続いて授業実践時のアイデアです。ゼロから授業を作るのではなく、教員の既存の略案で実習生に実践させる。まず、私の略案で授業を行ってみよう。先生と同じようにできるように頑張ります。これにより、話し方や板書などの基礎的技術をしっかり身につけることができます。早い時期にこの段階をクリアした実習生は次のステップに進むという方法もあります。同様に、ゼロから授業を作るのではなく、教員が行った授業を実習生が学習指導案化し模倣させるというアイデアもあります。よく、まとめの研究授業を指導案化することがありますが、授業の組み立てを考えることと指導案の作成という二重のハードルとなり、かなりの時間を要することになります。これらを切り離すことで、学習指導案作成に過度な時間がかからなくなります。続いて研究授業についてです。研究授業は状況に応じて、いろいろな捉え方があってもよい。まとめの研究授業や、小学校等で行う前日経営などの実施については、法律では定められてはいません。どのような形態で行うかは、状況に応じて判断すればよいのです。実習後半に行うことが多い、まとめの研究授業は、教育実習の総まとめができ、実習生が多くの教員などから好評を受けることができる。授業を十分に吟味し、組み立て、質の高い授業を構築することができる。実習生が達成感を味わうことができる。という点で有益です。しかし、一方で、準備の段階で教員にも実習生にも大きな負荷がかかり、帰りが遅くなる、などの課題があります。また、初めて実習を担当する教員は先の見通しがつかず、他の授業にも影響が出てしまうという事例も報告されています。教員のアンケートでは、最も負担と感じるのがまとめの研究授業の指導でした。大事なことは、効果と効率のバランスです。
一様に行うのではなく、状況に応じていろいろなパターンがあっても良いのではないでしょうか。例えば、早い段階で基礎的技術を習得し、意欲のある実習生で、教員も業務に支障をきたさない指導計画が立案できる場合は、より発展的な研究授業を。また、研究授業といっても、特別なものではなく、普段通りの授業で良い、という意見も協議会では上がりました。さらに、実習生が行う授業は全て研究授業なのだから、特別な研究授業は、あえて設けなくても良い、という意見もありました。いずれの方法を選んだとしても、教員の業務に支障をきたすことなく、子供たちが良い学びができ、その上で実習生の学びの質も担保できること。これが重要なのではないでしょうか。最後に、せっかく実践現場に来ているのに、実習生が机に向かう時間が長い、という課題について、時間がかかりすぎないよう適切なアドバイスをする必要がある、という意見がありました。例えば、日誌の記入について、内容を書き留めることは大切ですが、作文のように文章の体裁を整える必要はない、という意見も出ています。そういう考え方であれば、指導教員も文章の体裁について添削する必要がなくなります。短時間でまとめ、子どもの活動に参加できるようにすることが大切です。状況に応じて柔軟な実習指導を行うことで、私立学校にとって学校の事情、教員の指導経験などに適した効率的な教育実習を行うことができ、ひいては指導できる教員の増加につながります。また、実習生にとっては、実習期間、学年、資質能力などに合った効果的な教育実習を行うことができ、自身の課題が明確になり、教員を目指すモチベーションアップにつながります。つまり、実施環境により適した形を選択することが大切なのです。私立学校にとって、質を落とすことなく、今よりも負担が軽減される教育実習。実習生にとって教員の魅力を感じることができる教育実習。そのような教育実習をみんなで作っていきませんか。子どもたちが楽しい、もっと勉強したいと思えるような授業ができる先生になりたいと思っています。やっぱり理科の教員として理科って楽しいってことをこうどうにか生徒に伝えられるような先生になりたいなと思います。子どもたち一人一人の目線に合わせて、一人一人平等に見れる愛を持って、教育することができる教育者になりたいです。はい、子どもたち全員が自分の良さ、相手の良さを認め合える学級を作っていきたいと思っています。全力で子どもたちのためにを考えてやっていく先生になっていこうと思っています。そしてみんなが1年間通して楽しいクラスだった、成長できたっていうふうに思えるようなクラスを目指して、私は日々頑張っていきたいと思っております。